嘘だらけの憲法解釈。パフパフ。やっと最終回になりました。になりました。前回打ち切りのはずが、はい、なんか話が盛り上がってしまって戦後史の闇に届いてしまったんで、はい、延長になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高辻正美。一人昭和研究会。一人昭和研究会。恐ろしい。一人近衛内閣。はい。ね。これが全部ひっくり返してしまって、そうです。今に至るんです。そうそう。だからずっと第1回から見直していただければ、はい、政府のそれまでの解釈をさも自分は一貫してるんですよと。うん、で、過去当時の人たちが全く考えていない言葉に意味を変換してる。だ岸さんとかそれくらいまでの池田さんの時は集団的自衛権を保持してますということは行使できます、とっくにしていますという意味だったのが、はい、うん、それ高津さん、いやあれ保持してるって言っただけで行使は考えてませんかって勝手に分離しちゃった。本当は一体なのにってことですね。当たり前、そのイエリング先生のね、はい、いやそれ一体じゃないって言ったら文明国じゃないんで、はい、保持してるけれども行使しないはありうる、うん、でも保持してるんだったら行使できないってありえないですよね。行使しないと行使できない違うわけじゃん、はい、うん、できるけどやらないと本当にできない違うんで、うん、はい、それをあの実はあのできないんだって詭弁を言ったのは高辻、高辻、ね、もうめちゃくちゃ頭がいい辻元清そう、安倍晋三を騙すぐらい頭がいい辻元清見と思ってください、はい、まあ、それ横畑雄介って言うんですけどね今。あ、今の長官ですよね、はい、いやだから自民党っていうのは結局法制局の解釈がデタラメにコロコロ変わってきたっていうのを言わないことによってよろしくねっていう関係でやってた、うん、あ、そういう関係になってる、ね、まあ、よく性感罪のトライアングルっていうのは、はい、まあ、よろしくねとこっちも言わないからということで、うん、よろしく便宜を図ってもらって財界のために便宜を図って票とお金をもらうと、そしたら財界の人たちは政治家使って官僚からおいしい思いをさせてもらえると、はい、すっごい闇があるんですよね、うん、そうそうそう、別に裏情報じゃなくて国会議事録拾ってるだけいくらでも拾えるそうですっていうことなんですね、はい、じゃあその高辻さんはもう個別的自衛権すら縛ろうとしてて、はい、で、まあ、田中内閣になって公式に、佐藤さん次の田中角栄内閣で集団的自衛権は否定されたわけですね。じゃあ読んでもらいましょうか。はい、政府は従来から一貫して我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてはこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っている。この許されないっていうね、許されない微妙な表現だ許されないってなんだと、できないとか保持してるとかそういうことじゃなくて許されないって、法律家ってねこういうね微妙に表現を変えることが好きなんですよ。ね、集団的自衛権行使してるじゃん。でも高辻さんが、はい、いやあの経済援助とか地域提供とかあれ集団じゃないですか、個別です、個別ですから、個別ですよ集団じゃないですいやちょっとこれをツッコミ不在の危機って言うんで、あの ボケてほったらかしにされるの原因としてね、はい、いはい、一緒なんて笑わない、はい、和也くんもねあの舞台だとこんな感じなんで、あ、そうですお前俺のギャグで笑ってね、つく笑ってないでツッコミよみたいな、はい、はい、結構明るい生のライブ弱い、和也くんもそうなんだ、そうなん、はい、打ち合わせ5時間ぐらいやってもこんな感じ、あ、そうです、はい、お前が笑っててどうするの、意外ですね、意外な、うん、編集の魔術師と言われてるんで、彼は、はい、2分の番組作るのは4時間かけてんのかな、ね、チャンネルクララとは違うんだよ、はい、ね、チャンネルクララは3日ぐらいかけてますよ台本作りから始めるとね、はい、さてで、注力の後、はい、我が憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは我が国に対する、窮迫不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許されない、ね、国権の発動とか、うん、ね、まあ、そういう日本国憲法の言葉使ったりね、はあ、みたいなね、うん、で、窮迫不正っていうのはこれ警察の概念です。警察の、あ、
もうことが起こってからじゃないとできない。そう、うん、で警察ってなんかストーカーにつきまとわれて殺されそうなんですって、はいはい、本当は危なくなって呼んでねって言われるじゃないですか、うん、そういう世界なんですよ。そうですね、一般市民だってそれじゃ困るって言って困ってる時に、うん、自衛隊がこれ、国がこれ、うん、もう不安でしゃ仕方ないですね、うん、でこの田中内閣が答弁資料を出した時にとある国会議員がじゃあねケーススタディやりましょうと、はい、日本海海戦がありますと、バルチック艦隊がウラジオストクに入ろうとして対馬海峡を通りましたと、はい、これを我が帝国海軍は東郷平八郎元帥が、率いる連合艦隊で迎え撃って撃滅しましたと、はい、確かに対馬とか日本領土には攻めかかっていません、うん、でもウラジオストクに入って日本を侵略する気満々ですと、はい、日本を攻撃する気満々です、そこで迎え撃たなかったら日本滅びましたよね、うん、じゃあそれやっちゃいけないんですかって聞いたら、この時の田中内閣吉国一郎内閣法制局長官、はい、できません、言い切っちゃった、言い切りました。いや国滅ぶじゃないか、いや憲法上できないんです、うん、で、防衛省と外務省も追随せざるを得ず、はい、これってまあ市場で話してたらもうシャンデリアが落ちてきてっていうことと一緒ですよね。そうそうそう、はい、シャンデリアが落ちてきてく、うん、る状況にはないと、落ちてこない、いやもうグラグラ揺れてて今にも落ちるぞって状況落ちそうだけど、でしかも自分は身動きできない、うん、国だから、うん、領土だから国は動けない、はい、国は逃げることできない、ハワイまで日本列島ごと逃げようとかできない、あくまで不沈空母とやって動けないですよね。落ちてきそうだってグラ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 って揺れてても、ね、いやそこは動けない、動けない、かわすな、かわすな、いやかわせないんで、あ、そうか、じゃあ積極的にこれは抑えに行こうかと言って、いやそれは正当防衛じゃなくて過剰防衛ですっていうのは、いやだからもう個別的自衛権の解釈からしておかしいのをあの佐藤内閣以来おかしいのを田中内閣が引き継いでて、これが今 の、 あの内閣の解釈になってるんです。はい、だから今一生懸命集団的自衛権行使できるよってね、うん、頑張ってるわけですよ。でも個別的自衛権もすでにおかしいんですよ。はい、なるほど、はい、今の中国がなんせちょっとに進出してますけど、いやそれ牛白癖じゃない、そうだって日本列島じゃないのなるほど、日本でそれで安倍内閣が必死になって、はい、日本人の生命自由幸福追求が、ね、うん、危なくなった時っていうとね、やっぱりいつも尖閣に行ってパフォーマンスやってる団体とかあるじゃないですか、はい、ね、あのそれカメラに撮ってとかね、番組にしてみたいなね、はい、ところあるじゃないですか、うん、そういう人たちが行ってやられそうになったら一応助けに行く、うんね、なるほど、はい、っていうね、まあお寒い状況なんです。そうですね、これをなんとかというか、これを安保条約で今個別自衛権とされているものを集団的自衛権ですっていうふうにやろうとしているだけなんですね、うん、はい、まあはっきり言って今の安倍内閣の安保法案っていうのは、うん、やんないよりましだけれども本丸手つかず、あ、ね、真田丸にも迫れてない、真田丸は迫る、隣国の隣国ぐらい、隣国の隣国ですか、はい、ああそうなんですね。まあポエニ戦争で言えば、うん、ようやくイベリア半島を渡れるかなぐらい、ローマどこまで行ったら着くねみたいな、まあ、それぐらいのレベルですね、うん、普通に海軍作って勝ちゃいいやみたいなね、直進すれば遠い目にゃんみたいなね、はい、あ、まあね、そういう感じですね、うん、はい、どうしましょうみたいな、うん、だからしかもこの九白不正の侵害っていうのがものすごく条件厳しいのがあるでしょ。日本海海戦みたいな状況でも個別的自衛権行使できないですよ、はいはい、もう実際に国土がミサイルとかで撃ち込まれでもしない限りは、撃ち込まれても2発目は撃たない2発目は撃たないです防衛大臣答弁中谷防衛大臣答弁、ついで同じ日の外務大臣答弁で、はい、岸田外務大臣答弁で、はい、拉致被害者救出は努力目標です、イコール見捨てます。うわ、ひどいですねこれは。いやだから個別的自衛権もそもそも縛られてて、はい、日本だけじゃなくて他の国ってつけてもやっぱり縛られて、はい、だからアメリカ人は今回の安倍内閣に対して、うん、お前ますます行使しない気かって怒ってて、で佐藤勝さんが創価学会の皆さん、集団的自衛権の行使は阻止しましたと、学会誌で言っていると、学会誌って創価学会誌ですよ、はい、
阻止しましたって言ってますか。阻止しました。いや、アメリカ人自体が、ね、集団的自衛権これじゃ日本は行使しない気じゃないかと言ってるんですって、ね、公明党が頑張ったおかげですって佐藤勝さんが創価学会に向けて言ってますから。それだけ今の安保法案が骨抜きにされてるってことなんですよ、ね、最初から骨入ってない。最初から骨ない。抜かれてすらない最初から入ってなかったんですよ。いや、だからこの番組でずっと言っていたようなところの肝心なところ全部外して、はい、いやそこは触れませんのでこれくらいやらせてくださいよって言ってるんで、うん、横畑くんがすごいね、苦しそうな顔して腹の中でへっへっへって笑って。あ、なるほど、そういうことなんですね。うん、じゃあ反対とか言ってるやつは 何を反対してるんですか。いや、それすらやらせないそう、いや、だからそれすらやその程度のことをやられた段階で、まあ、安倍は軍国主義だ、戦争法案だ、うん、徴兵制だって言ってることによってレッテル貼りができて、はい、それよりマシなことは絶対やらせないと。あ、なるほど。だから、まあ、戦略を去年の段階で間違えたってことですね、はい、もうちゃんと順を追って、うん、解釈を変更されてたのを元に戻すだけですっていう。という、その一言言わない限り価値はない、はい、本当のこと言うと、はい、いや、だから法案通るかどうか通らないかというのは強行採決すらいいんで大丈夫なんですよ、はい、ただその勝利に何の意味があるのっていうことを考えない、で、もう集団的自衛権の話の次に何があるか、上下両院で安倍さんが演説したらスタンディングオベーションだったからです。安倍さんがアメリカ人が喜ぶようなリップサービスをしたからじゃありません。あれはどういうふうに受け取られたか、はい、ガイドライン、集団的自衛権の安保法案が通ったら、はい、ガイドラインに春先に決めたガイドラインに基づいてアジア版 NATO を作ります、うん、日本は金だけじゃなくて人も出します。あ、そっか、日本ってアメリカの負担全部肩代わりしてくれるんだ、じゃあ5万人人員削減、はい、あ、うん、いや、だからアメリカは、あの、日本は自衛隊にね5万人ぐらい増やすような予算つけるのかなと思って、特に親日派が、はいはい、だけどそうはなってない、ね、財務省の田中和穂さんが認めてくれるんだったらね、はい、問題ないですが、はい、さてこの状況で何が起きるかっていうと、アメリカが上から日本お前防衛予算つけるって言ったよなと、努力するって言ったよな、はいはい、金だけじゃ済まねえぞ、人も出すんだよなって言った時に、いや毎年 0.8% ずつ増やします、だって財務省が認めてくれないんだもんってなったら、はい、サンドイッチになるわけです。つまりアメリカから防衛圧力がかかった時に、はい、財務省指定局はその防衛予算を認めないということで政権に拒否権を持てる。ここが本丸なの。アメリカ様が、宗主国のアメリカ様から要求が来てるのに、はい、財務省指定局がいやそんなの認められませんから、はい、といったときに、アメリカには官僚機構が、あの、国務省と国防総省以外ないんで、うん、特にアメリカの財務省なんかへなくそに弱いんで、はい、日本の大蔵官僚がものすごい国会議員や総理大臣以上の力を持ってるってことが理解できない。だからアメリカから見れば安倍は不誠実だと思われる。さあ、今ヒラリーという人が有力候補です、はい、アメリカ民主党の法則、大統領選挙の最中は反中を言って裏でお金もらいながら、うん、当選したら親中になる、はい、日本がここでね、あの、うちの官僚は認めなかったんでごめんなさい、この程度で勘弁してって言った時にアメリカがどう出るか、あの、今の段階では幻に過ぎない米中一体化が実体化しかねない、日本の安倍内閣の手によって、あ、さあどうするっていうのが、そう、それが実は安保法案の真の問題。なるほど。だからこの法案が通るか通らないかなんて軽く通って当たり前の話、うん、そっから先が本題なのに、ここまでいい勝負されたということは、日本を守るな、視聴者の君だ。はい、はい、ということを締めたところなんで、はい、はい、みんな頑張ろうと希望を持って、はい、そうだよ、みんな頑張ろう、はい、ということで、はい、この番組ね、短期集中企画1回延長でやりましたけれども、はいはい、来週から多分山本博さんの新番組が始まって、私消えます、はい、というわけで、はい、お楽しみに、お楽しみにください。